今回は殿様枕症候群、高くて硬い枕は脳卒中の原因になるということで後半編ですね。前半編ではしっかりとこの殿様枕症候群の論文をご紹介したり、どういうメカニズムでそれが起こるかっていうことをお話してまいりました。ちょっとだけおさらいすると、この脳卒中が起こる原因、特発性椎骨動脈解離という、病気、首のところにある椎骨動脈という動脈が高い枕をすることでぐーっとこのように血管が引っ張られ、そして寝返りを打つ回旋運動でなんと血管が裂けてしまう、切れてしまうという驚くべき結果なわけですけれども、はい、実際にこの論文の中で使われているのは、12センチとか15センチっていう、枕だそうです。論文を読んでみると、その一人一人の、被験者様が自分が家で使っている枕を測って、頭を乗せないで測ってた時に、12センチとか15センチということらしいのですが、実際には潰れますよね、頭乗っかるとね、で、論文の書かれた田中先生たちのグループは、この潰れた時の高さが本来の最初の高さより半分以上潰れてしまうものは柔らかい枕、半分前では潰れないものを硬い枕と呼んではいます。しかし私の定義では、とてもとてもですね、半分までいかなくても3分の2になるのもかなり柔らかいと私は考えています。はい、ではその12と15センチを整形外科枕で作ってみるとこんな感じになるわけですね。12センチと15センチですよ。ご覧ください、12センチと15センチですね。こんな高いわけなんですよ。高いですよね。今日はですね、本来枕いつも何センチですか？自分は7センチ使ってます、じゃあ7センチ、自分の体に合った7センチの枕とこの研究で使われている12センチと15センチ体験してください、はい、論文では上向きだけを言っていますが、実際に血管が切れるっていうのが寝返り打った時だそうなので、その寝返りも体験してみましょうか。はい、お願いします、上向き横向き寝返りを体験してみます。はい、7センチの枕から始めてみます。どうぞ。はい、上向きで大事なことは喉が苦しくないこと、後頭部から肩にかけてあんまり硬く、不快なほど硬く感じないこと、そして枕の角が当たって痛いとか不快感がないことです。いかがですか？はい、楽ですね、息もしやすいです。はい、後頭部も硬くはない？硬さも感じないですね。はい、角も当たらないですか？角も当たってないです。喉すごく楽そうに呼吸ができているようにお見受けします。はい、はい、では横向き、手を鎖骨に当てて膝を立てて左向きお願いします。こうして寝ていただいた時におでこ、鼻の頭、胸までがほぼ一直線となり、寝ている画正面と平行になること、ぴったりですね。はい、横向きで自分で感じていただくこと、肩圧迫感ないですか？はい、肩楽です。お顔圧迫感ないですか？顔も圧迫はないです。右と左の首筋いずれかに圧迫感や引っ張られるような違和感ないでしょうか？はい、首も楽ですね。楽ですね。反対右向きも確認を願います。大丈夫ですか？はい、右向きも特に、はい、はい、大丈夫ですね、はい、じゃあ最後に寝返りしてみましょう。右左、右左、上向きにお戻りください。はい、この時ですね、肩と骨盤を見ています。スルスルと転がっていてとてもスムーズです。ぎこちない感じはありません。いかがですか？はい、寝返りも軽くできますね。軽くできましたね。はい、はい、ではいよいよ次12センチ挑戦してください。
はい、どうぞ。これで12センチです。はい、どうぞ。上向きどうですか？かなり喉が詰まりますね。喉詰まってますよね。苦しそうですね。これは苦しいです。その時どうです、後頭部の感じ？後頭部も硬いですし、枕の角ですね、うん、首の当たりもすごく強いです。はい、当たりが強いですよね。後頭部、頭の後ろの血管引っ張られてる感じってなんかわかります？なんとなく突っ張ってる感じがします。突っ張ってる感じしますよね。まあおそらく突っ張ってるのは首の筋肉で感じることなんですが、筋肉が突っ張るってことはその中にある血管もやはり突っ張るということです。はい、では横向きお願いします。左向きです。明らかに12センチの枕では頭が持ち上がってって体の軸が乱れてしまう、完全に頭が高すぎるという状況に見受けられます。そうすると体の軸が曲がってしまうんですね。頭が高い、胸が落ちてまた骨盤で上がるという湾曲化すると、軸が直線上でないとおそらく寝返りがしにくくなります。では寝返りしてみてください。なんかいけないですね。寝返りできてませんよ。肩が先に寝返りして骨盤が後から追いかけてくる。はい、反対もお願いします。肩が先にスルスルいっちゃって大きな力を骨盤で出せないと最後まで寝返りができないということが起こります。寝返りどうですか？いや、これはかなりやりづらいですね。やりづらいですね。踏ん張ってますね、うん、12センチの枕でひどいですね。これはこれで寝るのはちょっと考えられないですね。はい、ではもっと厳しい条件、15センチいきますよ。よいしょ、15センチです。うわー、はい、もはやこれは枕とは呼べない世界になってきてますけど、はいはい、これはさらにちょっと突っ張ってます、はい、首の後ろが突っ張ってしまいますよね、はい、なんか血管切れるっていう、血管が乖離するっていうのがなんかわかるような気がします。はい、喉苦しいですか？喉かなり苦しいです。かなり苦しいですね。これ一晩中は無理なんじゃないですか？これじゃ寝れそうにないですね。ですよね。もう寝る前から寝入れないし、寝ててもおそらく自分の手で、押してしまって枕から頭を落としてしまうんじゃないでしょうか。横向きお願いします。どうですか横向き？もう横向いた瞬間耳が痛いですね。そうですね、耳や頬、顔面が圧迫されてきます。この辺って浮いてませんか？空中に浮いてる感じがします。浮いてますよね。肩が圧迫はないですけど、はい、この首筋も辛いですね、はい、特に左の下になってる首筋突っ張っている、逆に右の上の首筋圧迫されてるのではないでしょうか、はい、首にかなり負担を感じます。はい、おそらくこれ短時間しかいられないと思うんですよ。では寝返りお願いします。体がぎこちない、上半身と下半身がばらけてしまっていて、軸が通ってコロコロ転がるというのではなく、努力的に一生懸命力を入れないと体の向きを変えられなくなってしまっています。とても寝返りと呼べない状況ですね、はい、かなりやりづらいです。おそらく朝起きると枕がずれてしまったり完全に飛んでしまったりということで頭が落っこっちゃうんじゃないかなと予想されます。皆さん覚えておいてください。合わない枕を使うと頭が夜中に落ちます。朝起きた時枕がなくなっているはずです。そのような枕は寝る前から体に合ってなかったんだとご判断ください。殿様枕症候群ということで、枕が高くなると脳卒中、血管が切れて乖離して出血してしまって大惨事になる
ということの、まあ、リスクが高い枕、硬い枕で起こるということが分かりました。この論文大変有意義で、内科のみならず整形外科のドクターもとても興味を持って読んでらっしゃるようです。ぜひこのような素晴らしい論文が多くの一般の方々に、示唆となり、枕選びに、貢献していただければすごく嬉しいと私も一整形外科医として思うところです。今日はちょっと大変でしたけど実験ご苦労様でした、はい、ありがとうございました。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。